マイケル・ウィーランはアメリカ合衆国出身のイラストレーター、美術作家。イラストの分野では世界的に巧妙なアーティストで SF や幻想芸術の部門などで数多くの芸術賞を獲得。特に SF 作家の最高栄誉、ヒューゴー賞を最多受賞しスーパーヒューゴーの称号を持つカリフォルニア州ロサンゼルス郡カルバーシティ出身。父親が 航空宇宙産業に関わる仕事のため全米各地を転々とし空軍基地や施設近郊に居住することが多かった。そのため軍施設の現場を目の当たりにする少年期を過ごし、その影響が後々の SF 志向につながる。高校時代にコロラド州デンバーにある芸術校で夏季講習を受ける機会を得て、そこから美術をたしなむようになる。しかし高校卒業後は、 医学の道に進み、三の世州立大学に在学。解剖生理学を専攻して人体解剖学を学ぶ。この時に医学のイラストレーションに関わることで、高校時代のアート志向がよみがえり、改めて美術家を志すようになった。1973年に大学卒業後、カリフォルニア州の芸術校、アートセンターカレッジオブデザインに入校。 本格的な美術を学ぶ傍ら、ワシントン DC のワールドコンに自身の作品を出展していた。翌1974年、それらの作品が出版社の目に留まって初めての契約をつかみ、出版物のブックカバーデザイナーとして採用される。そして仕事に専念するため同行を中退し、イラストレーターとしてのプロ活動を開始した。1975年、 大手が集まるニューヨークの出版業者とビジネスするため、米東海岸コネチカット州に拠点を移す。DAW ブックス、レルレイブックス、AS ブックスなど SF 部門の有力出版社に所属して実績を積み、特に有名 SF 作家アン・マキャフリーの作品を手掛けた仕事が評判を呼んだ。これらの作品が評価され、1980年に SF 作家の最高栄誉。 ヒュゴ賞、プロアーティスト部門を初受賞。依頼度部門を7連覇し、他の部門も含め最多の15回以上獲得している。また、プロアーティスト部門の受賞が2桁以上に達した時点で、歴代最高のアーティストと称えられ、1992年に特別賞、スーパーヒューゴーを贈られた。他にも、スティーブン・キング、ピアズ・アンソニー、エドガー・ライス・バローズ、 ハワード・フィリップス・ラブクラフト、マイケル・ムアコック、C.J. チェリー、ロバート・ A. ハインライン、H.B.M. パイパー、ブランドン・サンダースンといった著名な作家の作品を担当した。1980年代に入ると、ブックカバーイラストだけでなく、音楽アーティストのアルバムカバーアートも手がけるようになった。特に、ミートローフや、セパルトゥラといった、ロックアーティストの作品に提供することが多い。 USA シアトル SF 電動館にて2000年代以降は世界的にも SF アートの重鎮としての地位を確立し各地域で名誉賞を含む大きな評価を得ている2009年には米ポップカルチャーミュージアムが設立した SF& ファンタジーの伝道入りを果たした以下アルファベット順主な画集などありがとうございます